もう喧嘩はダメだよ。みんな仲良くしてってマザーはいつも言ってるんだよ。目おかしいな、おかしいな。あらあら、どうしたのリンリン。マザー、あのね、クマさんとオオカミさんが森で喧嘩してたの。喧嘩は良くないから仲良くさせなきゃと思って、俺昨日同じ檻に入れてあげたのよ。そしたらクマさんたらオオカミさんを食べちゃったの。だから俺クマさんを叩いたんだ。クマさん反省中みたいね。何回叩いたの？一回だけだよ。一発で即死。そうなのね、二人をお友達にしてあげたかったのね。リンリンはとっても優しい子ね。うん。じゃあみんなのところへ戻りましょうね。うん。リンリンにとってカルメルは生まれて初めて出会う理解者だ。見たんだ、リンリンが一撃でクマを殺した。あいつやべえぞ。巨人のエイリ君怪我したの知ってる？クが止まってたから叩いてあげたんだって。骨が何本も折れたのよ。うわ、痛い痛い。何をしているのリンリン。なに？マザー助けて。あのね、関節が一個多いからちぎってあげようと思って。ダメよ、この子は手長族、これが普通なの。そうなんだ。痛いよ。リンリン何をしてるの？ヒレがついてるからちぎってあげようと。やめなさい、魚人族はお魚の特徴を持つものなの。そうなん